ほい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 と、はい、始まりました。毎度おなじみゆうごドット TV でーす。やっちゃいましたね。iPhone の画面割れちゃいました。充電してる紐を踏んづけたら引っ掛けちゃって、一緒に携帯が地面にバチーンと叩かれて割れちゃいましたね。まいったぜ。早速 au ショップに行って直してもらおう。2回目だ。ちょっと待ってください。はい、ということで本日のお題を読んでいきたいと思うんですが、お題を先に見つけるのを忘れていた。あった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 。今日のお題は、腹は立てない、義理を立てる。こちらを今から読んでいきたいと思います。腹を立てていると自分が一番疲れます。腹を立てることは意外に体力を消耗します。精神的なエネルギーを消耗してしまうため、本当に大切な日常行為を体力を使う余裕がなくなります。どうせエネルギーを使うならもっと意味のあることに使うことです。腹を立てる力を義理を立てる力に使えばいいのです。人のことを大切にしたり、手紙を書いたり、話しかけたり、誕生日プレゼントしたりです。腹を立てることは自分が疲れることです。義理を立てることは相手を喜ばせることです。腹を立てて何も残らないことに体力を使うくらいであれば、義理に体力を使う方が人生の豊かさをつながります。お金や時間の無駄遣いを優先して考えがちの現代人ですが、体力の無駄遣いも気をつけましょう。腹は立てないで義理を立てるのです。今日の格言、腹を立てる体力を義理を立てる方に回す。なるほど、これは間違いないですね。昨日のお題のつながってますね。憎しみや恨みを持たない。そうすると自分の中、心の中でそういうマイナスの言葉を発してると自分の体力を使ってしまうし、時間の無駄にもなってしまうということです。肝に銘じて生きていきたいです。ありがとうございます。今日もいい学びが学びができました。ぜひチャンネル登録、ブログ、アメブロ、ツイッター、フェイスブックとフォローよろしくお願いします。コメントの方もお待ちしております。それではまたね。